立方症窒化酵素は窒化酵素の分子構造の一つで窒素と酵素からなる固形の化合物である。CBN の表記はしばしばその粒子を固めた多結晶、CBN の意味で用いられる。タングステンカーバイド上に立方症窒化酵素を消結した工具立方症窒化酵素はダイヤモンドの静的高温高圧法に似た方法で合成される。 ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ物質で、またダイヤモンドに比べて熱に強く鉄との反応性が低いという性質を持つため、その粒子を超高圧化で焼結したものは、硬質材料の切削にとどまらず高や、中鉄の超高速切削といった分野でも用いられる。この結晶の硬さはその構造に由来する。窒素原子は共有結合をする際に孤立原子体が一つい余り、 放素原子は共有結合の際に電子体が位置ついたりない。このため N と B の間には灰結合が形成され、この結合は共有結合と同等である。すると N も B も共有結合を4本ずつ持つことになり、炭素と同じくダイヤモンド構造を取ることができるのである。この構造を取ったものがまさに CBN である。 アメリカのゼネラルエレクトリック社が1969年にボラゾンの商品名で発売した。ありがとうございます。